はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は11月24日、金曜日ですね。まあ、こんばんはというか、今日も、引け後の、今3時18分ですけど、今日ですね、夜ね、ちょっと会食があるんで、今日もちょっと早めにね、収録しとるんですね。で、さっきですね、床屋さん行きました、床屋さん。髪をね、ちょっと切って、もう一回行かないといけないですね。暮れにね、暮れになんで髪を切りたくなるんですかね。なんかちょっとさっぱりとして、新年を迎えたいみたいな。古いですよね。昭和です。というようなことでですね、3000円ずっと変わらないですよ。この間おっちゃんにですね、なんで値上げしないのって聞いたら、いや、大丈夫です。大丈夫ですしか言わないんですよ。いいですよね。まあね、キュービーハウスとかありますからね。やっぱ3倍ぐらい取るわけですから、まあ値上げできないってことなんですかね。まあ私はまあ助かりますけど、ね。まあおじさんがまあ一人でやってるんでね。まあ全然ね、大丈夫でしょうね。ということでございます。で、今日、そういうことで昼はね、まあちょっと軽くということで、二水のたこ焼きをね、また例のごとく、パラパラパランと出してね、10粒ぐらい食べましたかね。そういう感じなんですよね。ほんで何ですかね、今日はラブちゃんポンちゃんありますよ。はい。今日もね。はい、行きます。はい。ラブちゃんね。ちょっとね、ポンちゃんがね、ご飯食べようとするとね、ラブちゃんが手をこうピッてやるんですよ。食な、お前、みたいな感じでね。そういうお姉さんらしくしてあげて、ラブちゃん。お願いしますよ。ね。あれだいたい、今、キトン食べさせてますからね。ポンちゃんに合わせてるんですよ。はい、ポンちゃんね。もう、花がね、まだちょっと、あそこ、ちょっとこう、黄色いでしょ。あれもう、ちょっとまだ見ててんですよね。今朝拭いてあげたんですけど、嫌がるんですよ、この子がまたね、男の子らしくね。ものすごくダイナミックに嫌がりますね。かわいいっすよね。で、まあね、毛布にあちこち染みつけてね。本当にもう。まあでもね、にゃんこ、病気なんでね、ポンちゃん、しょうがないですよね。でも私が食べてるものについては、さっきもたこ焼きにね、向こうを、突進してね、来たんですよ。わ、すごいな、ラブちゃん。ということでね、まあね、一応ですね、ポンちゃんもどちらかというと解放に向かってると。なんか2週間ぐらいね、そうですね、注射の効果が、なんかこう効くらしくて。で、まあその間ね、もう一回あと2週間後にね、治ってなければ行くんですけど、でまたあれですね、場合によったらもう一回注射と。ね、そういうことになるかと思いますね。はい。で、今日の日経平均株価なんですけど、なんかね、300円ぐらい上げてたらしいですね。なんか、この辺は、ちょっとそんな感じですよね。で、まあ、引けにかけてぐわーっとこう下がってきて、まあ、プラス173円でね、金曜日ね、今日割ってますよね。まあ、33,625 円ということでね。まあ、34,000 円ね。行くの大変ですよ。トピックスは、2390で、こいつも上げてますね。から、グロースも、まあ、ちょこっと上げてますよね。で、やっぱりね、ドル円ね、これまたこう、円安に戻ってるでしょ ?150 円また伺いそうですよね。これも結構大きいと思うんですよね。まあ、製造業等はね、なんか、中間期で、何ですかね、円安効果による、利益の押し上げなんか8000億円ぐらい、主要70社ですかあるとかいうね。そういう話ですよね。まあね、為替効果ね。為替は安い方が、ね、円安の方が、それはもう企業にとっては絶対いいと思いますね。競争力の源泉でございます。ね。近隣急防火策ですからね。で、日本国債の10年利回りですね。0.766 ということで、ちょっと上げてますね。それで日経 VI は下がってますね。16.91。17切りましたね。うん。余暇ですね。余暇です。もう大したニュースないですね。まあ、ガザでね、一応戦闘がまあ休止になりましたよね。そういうことで、ちょっとその安心感もね、なんか広がるんですかね。でも今日ニューヨークね、あれなんですよ。感謝祭でお休みなんですよ、今日も。ね、動かないんですよ。現物市場はね。だけど先物はこう動いてまして、まあちょっと高いですよね。うん。そんな感じですね。それで、ユロドル 1.09 ね、変わらないですね。ドルインデックス 103.72 でございます。原油は76ドル台で安いですね。それからビックス恐怖指数 12.85。すごい。これはすごい。やっぱね、アメリカですからね、やっぱイスラエルのね、問題はね、大きくこう影響してくるんですよね。うん、いいかなというふうに思います。はい、そういうことですね。でですね、今日のお題はですね、モノタロウ株ですね。これなんですけど、まあ今日もね、1484円ということで、まあ上げましてですね、だいぶね、含み益が、またね、復活してまいりました。
20円なんでね、僕がね。もう税金の塊で売るに売れないんですよ。面白いでしょ。そういう場合もあるんですよ。嬉しい悲鳴ってやつですけどね。ここね、1146円まで下がったんですよね。すごいでしょ。ここで5555円まで来て、今一服してるんですよね。で、これがまだこういくかどうかっていう問題が、これからあるんですよね。まあまあ、そうですね。去年の高値だと、まあ2700円とか、その辺ですね。行くのかなみたいな。あるんですけどね。しかし、モノタロウは、まあ、成長銘柄の代表格なんですよね。そうは言っても。ということで、今日ですね、あれですね、フィスコの、調査レポートが出てるんで、まあ、それをね、ちょっとね、皆さんに、こう、ご紹介をしたいなというふうに、まあ、思うんですけれど、ですね、その前にですね、11月22日ですね、今週ですけど、代表執行役社長の異動に関するお知らせが出ましてですね、まあ、指名委員会で、こう、決めるんですね。ね、指名委員会ね。大変ですよ、今、大企業は。指名報酬委員会とかあってね。せあれこれ審議してね。ほいでこう、いろいろヒアリングしてね。社員にも。ほいでまあ決めるんですよね。よくわかんないですけど、そういう決め方でいいのかなっていうね。そういうのもあるんですけどね。ほいで、まあ、とりあえずですね。まあ、この田村、昨夜さんというんですかね。この花昨夜姫の昨夜ですよね、これね。ほいで、この方がですね、代表執行役社長になってるんですよ。ほいで、鈴木雅也さんね、これまで社長やってた、は会長になるんですよね。で、この前のですね、会長だったの方はですね、瀬戸金也さんですよね。で、瀬戸金也さん。リクシルのね。リクシルで、なんか、あれですよね。なんか一族、なんか創業家だか知らないですけど、そこから、なんかね、と揉めて、辞めたのはいいけど、またこうなんか、戻ってきてくれみたいな、株主の声がそうだみたいなね。ということで、また戻ったりしてね。そこでね、この瀬戸金也さんがですね、実は、あれなんですよ、こうね、これ、取締役会長を外れて、取締役になってるんですよね。だから、とりあえず、やっぱ瀬戸さんはいるんですよ、どうしたって。ね、そんな感じなんですよね。それでですね、リクシルと利益相関ないんですかね。なんか似たような建材とかもね、売ってそうですしね、モノタロウ。まあ、よくわかんないですけど。で、この、ね、田村昨夜さんって方は、あれです、女性です、女性。ね、女性の トップです。ここもやっぱね、なんかやっぱモノタロウは違います。で、これ移動理由なんですけど、来年のこれ1月1日から就任ですね。まあ12月決算なんでね、1月1日ってことなんですけどね。まあなんか、当社は2000年10月の創業以来、まあね、インターネットを活用した間接資産販売事業を展開して、中小企業を中心に蓄積した顧客基盤と幅広い取扱い商品をもとに、その事業を大企業向けの購買管理システムね、これ今やってますよね。それで、さらに地域を日本のみならず、韓国、インドネシア、インドね、広げ、儲かってないですけどね。2022年度には、売上2259億、営業利益262億と、なるまで事業を拡大してきたと。で、この度ですね、企業集団として次の成長段階に進むために、代表執行役社長の交代を決定するということに至りましたと。で、新任の代表執行役社長の田村昨夜は2020年3月にね、だからもうコロナの時に入社したんですね。で、2021年4月にサプライチェーンマネジメント部門長に就任したと。だからまあ、実務やってるんですよね。サプライチェーンマネジメント、めちゃくちゃ重要ですからね。やっぱEC のね、この、まあビジネスやってる上でね。それで2022年3月から執行役になって、それから2023年3月から常務執行役になってるんですよ。早いですよね。もう3年ぐらい。現在、干渉部門であるサプライチェーンマネジメント、マーケティング、それからカスタマーエクスペリエンスね。まあ、顧客満足とかそういうやつですね。マネジメントね。およびビジネスプロセスマネジメントね。において、当社経営を執行しているということでございます。で、また2020年3月の入社時から2022年頃までの新型コロナウイルス感染症拡大の影響による国内外のサプライチェーンの混乱への対応ですね。それから2022年4月に稼働開始した、そうそう、稲川のね、ディストリビューションセンターですね。この人が主導したんですね。このプロジェクトの計画運用等において高いリーダーシップを発揮して成果を出してきたと。ということらしいです。で、田村はですね、これなかなか書かないようなこと書いてますよね。社内外の人材の意見を傾聴し、よく人の言うことを聞いてね、記者さんじゃないですよ。ね、その意見への理解を自ら、進化、ね、深めて拡張させながら、経営執行者としての意思決定を行うことで、当社の成長に貢献してきたと言ってますね。ベタ褒めですね。当社指名委員会での審議を経て、取締役会ではこのような他社の多様な意見に耳を傾け、
高速で学習し、それが高速学習期、経営の執行に活かすというリーダーシップが、モノタロウという集団にとって、親和性が高いと判断するとともに、当社の今後のさらなる成長に必要であると判断し、2020年1月1日付で代表執行役社長に選定することを決定したということですね。まあ、すごいですね。それで、なお、現取締役兼代表執行役社長の鈴木雅也は、同日付で、取締役兼代表執行役会長。だから、あれですね、取締役がついてないですよ。代表執行役ですから、社長ですから。まあでも代表権あるっすよね。それはもう大したもんですよ。ということで、引き続き当社の海外会社を干渉するとともにですね、アメリカの親会社、グレンジャーですね。オンラインビジネスを、まあ、担当してますよね。そのマネージングディレクターを務めるということですね。で、これによって鈴木は国内外における事業者向け e コマース事業の最新の知見を持って、当社最高経営責任者として統括してまいりますと。だからまだね、目が黒いぞと。別に引退ではないと。だからちょっと一回ね、あれですよ。まあ、こう、瀬戸さんいて、それから鈴木さんにバトンタッチして、で、次をね、早めにこうね、早めにこう作っとこうというようなことなんですよね。だってこれ、この、田村咲也さん、1982年生まれですよ。むちゃくちゃ若いんですよ。ね。まあね、バブルの前の生まれですけどね。それでね、この人略歴はですね、東大の大学院出てるんですよ。ね。で、そこから2007年にボストンコンサルティングね、有名なコンサル会社でございます。それでこの大体ね、コンサルやってると、そこのコンサル受ける会社の、に、まあ、引き抜かれたりするんですよ。で、それで2010年にですね、GE のね、ヘルスケアジャパンというのがありまして、ジェネラルエレクトリックですよ、元を正せばね。ヘルスケアがあるんですよ。それで、そこに入社したと。それで、10年ぐらいやってるんですね。で、2020年3月に、まあ、モノタロウに入って、で、まあ、ね、今回、あれですよ。ね、社長になってですね。所有株式数6060株ね。僕の方が多いです。ね、入った。それ関係ないですけどね。で、この瀬戸金也さんね。これは、まあ、ね、平取りになるんですよね。でも、瀬戸金也さんの、やっぱり、あれですよ。なんですかね、哲学というか、そういうものは、脈々と生きてますよね。まあ、この人がもう本当立ち上げたみたいなもんですからね。モノタロウという会社はね。それで、その瀬戸金也さんが、面白いことを言ってるんですけど、これね。これ日経ビジネスのですね、これいつですかね。2021年11月ですね。まあ、リクシルに、まあ、こう、ね、の社長になって。それで、まあ、なんか、あれですよね。一回ね、なんか、追い出されてるんですよ。なんかね、この方、1983年に住友商事に入ってるんですよね。それで、2000年に産業資材をインターネットで販売するモノタロウという会社を始めたということなんですよ。で、この時ね、グレンジャーがね、いわゆる投資しか出資してるんですよね。で、それが成功したことで、この会社と同じようなビジネスモデルをいろいろな国で作る機会を得て、グレンジャーの副社長も務めましたと言ってますね。で、モノタロウ辞めてるんですね、一回ね。で、2016年、リクシルに入って CEO に就任するのですが、2018年10月に創業家との間で意見が一致せず解任されましたと。ああ、そりゃそうでしょうね。リクシルは古い会社でございます。何しろね。ビバホームとかね。トステムとね、ビバとね。一緒になってですからね。トステムだから東洋サシとかでしょ。まあ、古い会社ですよ。だから創業家がいるんですよね、脈々とね。それは意見が一致しないですね。で、解任されたと。ところが、2019年に株主の支持を得て、現職にまた復帰したんですね。モノタロウは従業員数が少なく歴史も20年くらいしかないのですが、リクシルよりも時価総額が大きいと。ね、瀬戸さん、そういうことね、言っちゃダメなんですよ。そんなね。それはもうむちゃくちゃ傷つくじゃないですか、リクシルの人たちはね。でもね、やっぱ成功した人ってこういうふうに言いたがるんですよね。モノタロウがリーマンショック以降、日本では1位と、世界では9位の成長と紹介されましたと。私が携わってきたのは、住友商事、モノタロウ、リクシルで大きい会社から小さい会社まであると言われますが、時価総額としては3社ともそれほど変わらない規模だと言ってまあね。なんかね、この瀬戸さんがまあ創業者なんで、この瀬戸さんの話ね、まずは耳を傾けといた方がいいなと思うんですけど、なんかね、3つのルールってあるらしいんですよ。で、それモノタロウ始めた時に考えたらしくて、まず新しいビジネスをやろうとしても必ず既存のプレイヤーがいると。既存のプレイヤーは既存のルールで戦う方法に長けてるし、優れた人材もいると。まあそうですよね。でそういう会社に勝つにはとにかくゲームのルールを変えねばならんと。チェンジですよね。ゲームチェンジ。そこで挑戦したのは一物多価。ね。一つのものにいろいろな値段があるという価格の不透明性ですね。そういったまあ取引でどんな企業にも同じ値段でネット販売することだったと。ね。
で、まあ、それがね、今の桃太郎なんですよね。だから、昔はですね、その、こまあ、だ、あの、大企業とか、あるいはの工場とか、購買部みたいなのがあって、で、そこでね、出入り業者が、まあね、A 社にはいくら、B 社にはいくら、C 社にはいくらみたいな感じで、あの、定価があんまりこう、はっきりしないというね、そういう状態がまあ、あったんですよね。で、これをですね、一物一家にしてですね、どんな企業にも同じ値段でネット販売するということをね、まあこう、やろうと思い立ったんですね。なので、まあこのね、不透明な業界の、いわゆるこう、なんていうんですかね、なんて言いましたっけ、関節材ですかね、工具とかね、ネジとか、とにかくネジがすごいっす。いやね、モノタロウはですね、強さはね、ネジを検索すればすぐわかります。恐ろしくあります。だからもう、このね、ネジがね、一個足らなかったもね、現場作業進まないんですよね。でもそれを、要するに全部揃えてるでしょ。言ってみたら。ないものはないと。そしたらね、現場が指示するんですよね。そうでしょ？だからね、いろいろ、まあ、これ、立ち上げた時に言われたんですよ。で、あの、一回ね、アマゾンが、まあ、進出したことが、まあ、一回つか、まあ、今でもやってますけど、なんかね、まあ、アマゾンのパワーを持ってしたらね、モノタロウなんかひとたまりもなく、こう、されるんじゃないかと。ね。いうような、まあ、話だったんですよ。で、ところがですね、そうですね、アマゾン、ビジネス？これね、これ、アマゾンビジネスね。まあ、似たような、こういうので始めたんですよ。で、最初はね、まあ、工具とかそんなもんやったんですけど、まあ、一応ね、こうやって、三重大学とか、こう、いろいろ理工とか、バンダイとか、コカ・コーラとか、まあ、こうやってますよって言ってんですけど、これ、ソリューションとか見たら、もう、はっきりするんですけどね。基本的にはですね、結局、アマゾンのですね、そもそもの、その、一般消費者向けね、それと、まあ、被ってくるですね、文房具、オフィス用品ですね、それからパソコン周辺機器、衛生掃除用品ね、この辺がメインなんですよ。この辺が。ね。だから、これはですね、競合ならんです。ならない。もうね、そういう方向は諦めてますね。今のところですよ。アマゾンのことだから、まあね、何をどうしてくるかはわからないんですけど、諦めてると思うんですよね。それで、瀬戸金谷さん戻りますけど、それでですね、なんか、なんか新入社員に、3つのルールについて話をしたと、1つ目は、まあビジネスで出会う人に敬意を払うことで、あると。で、ポイントは2つあって、1つは互いに敬意を払う会社であれば、コミットメントを高めて社会に貢献できるだろうということですね。もう1つは相手に敬意を払うには相手のことを知る必要があると。で、これはね、女性が長けてるよということをなんか言ってますね。で、互いに敬意を払うチームは、より早いチームになると。ね。なるほどね。2つ目のルール、わからないことがあったら小さな実験をするということですね。で、一週間かけて正しさが 90% の答えを出せる。一日で、正しさが 60% の答えを出せるならば、こっちの方がはるかにいいと。ね。とにかく早いってことが大事だと言ってますよね。で、三つ目のルールはですね、複雑なビジネス要件はできるだけシンプルに分解するべきだと。マクドナルドのアルバイトは一日目から自分の仕事内容を把握できるそうだが、それくらい仕事のプロセスをシンプルにしなきゃいけないと。ね。わからないことは自分でやると。らしいですよ。鈴木さん。あ、ちゃった。瀬戸さん。この人ですね、Python 勉強してですね、Python って知ってます？ AI を作るね、言語なんですけどね。で、この、まあ、Python が比較的なんか簡単らしいんですよね。なんですけど、システムの専門家じゃないのに、これを勉強してですね。で、コーディングもやって、サーバーにはですね、オープンソースのウェブサーバーソフトである Apache を使い、データベースは、MySQL ですね、これを使ったということですよね。これ、クラウド言ってないですかね？まあ、よくわかんないですけど、まあ、クラウドは使ってると思いますけどね。というようなことをですね、まあ、言ってるんですよ。三つのルール。ね。だから、この瀬戸さんのですね、まあ、こう、要するに、このスピード重視ね、変革の。だからもうほんとすごいスピードで、2000年からね、ブワーッと成長していったんですよね。ほんとすごいです、この人。住友商事ってね、すごい人出すんですよ。本当に。まあ、日本型経営とは、なんか全く縁もゆかりもないですね。だからあれですね、瀬戸さんは、これは株は持ってらっしゃるかな。瀬戸さんあんまり持ってなかったように思うんですよね。まあでもグレンジャーからはもうめちゃめちゃ信頼されてますね。それはもう立ち上げたんですからね。住友商事もなんかいなくなってますよね。前いたんですけどね。ね。ということなんですけど。で、このそもそものモノタロウのですね、まあビジネスですね。で、これはですね、まあ表題に掲げましたように、アマゾンの、フライホール効果っていうのがあるんですよ。ね。これジェフ・ベゾスがね、このアマゾンを立ち上げるときにね、まあ、考えたやつらしいですよ。1999年という説もあるし、2001年という説もあるんですけど、フライホール効果ね。ご存知ですかね。
で、これにですね、アナログが加わったのがですね、モノタロウだというふうに私は思ってるんですよね。ははね。それまた後でね、ちょっとフィスコの調査レポート見た後に説明しますけど、まあ、やっぱりね、こうやってね、そうですね、新しいね、社長を女性にするということ自体もね、いや、すごいと思いますよ。しかも代表権与えてますからね。なので、まあでも代表、ダブル代表ですよね。なんでまあ、ここに瀬戸さんも平取りでいるわけですから、まあ、いわゆる創業メンバーで固めて、この田村さんを、まあ、育てようということでしょうね。まあ、もう女性のトップがですね、本当にこう、あれですよ、まあ、どんどん時価総額を上げていけばね、そりゃ本当にね、画期的ですよね。で、これね、日経新聞なんですけど、モノタロウ社長に田村咲也氏、4、5年で売上高2倍につって発言してるんですよ。意欲的でしょ。この人です。頭いいっしょね。東大の大学院ね。何の大学院かよくわかんないですけど、まあ、賢いんだと思いますよ。それで、41歳ですね。うん、すごいな。若いな、会社が。いやー、なんかね、鈴木さんが48で、瀬戸さんが63ですね。なるほどね。うん。で、田村氏は4、5年で売上高を今の2倍の5000億円にしたいと。うん。これいいですね。これはいい。これはね、素晴らしいメッセージ。もう私もまさにそうだと思います。5000億は、モノタロウは行くと。いうふうに、常々昔から言っております。ね。で、モノタロウの社長交代12年ぶりなんですね。女性社長はもうもちろん初めてです。それで、先ほど申し上げたことを省くとして、とにかく記者会見してですね、サプライチェーンに長らく携わった経験を生かして顧客の利便性を追求すると、これ大事です。ね。最後はもう利便性の勝負になってきますから、すべては。ラストワンマイルとかね。速さ。そういうことですね。それからもう、やっぱ、このアイテム数の多さですね。ロングテール、ないものはないと。いうね。それもすごい重要ですね。それがですね、やっぱこう、大きな物流センターを構えないと厳しいわけですよ。で、その大きな物流センターを構える前にですね、大きなですね、要するに会員が必要なんですね。今ここ850万人だか、なんだかの会員がいるんですけど、それがあって初めて大きな物流センターも、ね、意味をなすわけです。だから、その大きな物流センターと大きなその顧客、ね、それがですね、やっぱね、もう決定的な参入障壁なんですよ。だから、それはもう単純に、ネットのね、会社で比較すれば、それはまあ日本でもですね、アマゾンがトップです。ね。だけどこれはもう個人向けがまあ圧倒的なんですよね。それで、2番が楽天でしたかね。それで、3番がヤフーでしょ。それで、ぐーっと落ちてですね、4位に、あれですね、このモノタロウが入るんですよ。そういうの順番なんですよ。これランキングなんですけど、コマースピックというね、なんかニュースピックみたいな、サイトですけど、これ2022年版なんですけどね。1位がね、やっぱアマゾンですよね、ほら。これ小日本事業。2兆5378億で 16% 伸びてますね。で、次は楽天ですね。22% 伸びて1兆円ですよね。もうちょっと今言ってますけどね。それから、この Z ホールディングス、今は LINE、ヤフーになってますけど、8091億ね。これ、アスクルとか、ロハコとか、で、文具日用品やって、で、ZOZO でアパレルやってるんですよね。で、これね、さっきのアマゾンビジネスですよ。どことバッティングするかって言ったら、このアスクルとか、ロハコがやられるんですよね。だから、こっから食ってます。ね。で、あとはまあ、楽天ですかね。でも楽天はポイントがあるんでね。ポイントガンガンつけて、ね、やってるということで。ね、楽天ほんと惜しいですよね。本当に、インターネット、EC と、それからフィンテックのビジネスだけだったらものすごい株価ですよ。ね。だけども、楽天モバイルなんかにしがみつくもんだからね。プラチナバンド取ったんで、またお金がかかります。大変ですね。三木谷さん。ね。だけど、あの人は人の言うこと聞かないですよね。それでこの4位にモノタロウがいるんですよね。で、この文具はね、やっぱこう、競合多いっすよね。大塚商会もやっぱりね、頼めるとか言って文具でしょ。だから、まあ事務所に、ってか会社に入り込んでるわけですよね。なので、やっぱりアマゾンの今のですね、アマゾンビジネスっていうのは、本当に、まあ採用してる会社ももちろん多いと思いますけど、まあ競争相手が非常に多いかなと。で、どこも EC はやってますからね。ということなんですよね。でも、モノタロウっていうのは、まあ、こうあるように、工具ってなってますでしょ？まあ、工具がメインですよね。だけども、建設土木、それから自動車、工場、ね。機械ね。工場。もうありとあらゆる、あ、現場ね。あとね、住宅とか。ね。建設現場。そういったものに使うものは、もうありとあらゆるものを揃えようというのが。今なんか2000万アイテムぐらいあるんじゃなかったですかね。確か。どうだったですかね。2000万アイテムぐらいあったと思うな。あ、2000万点ね。ほら。当日出荷が65万点。
翌日出荷65万点と、まあ、こんな感じになってますよね。とにかくね、ないものはないです。ね。だからね、もうね、その、このネジボルトがですね、これがもうすごいんですよ。このボルトの数ね、5161品番あるんですよ。ボルトだけで。こんだけ。これも全然大丈夫です。ね。もう職人さんは、この品揃えはできないと思いますよ。なかなか。ね。で、しかも PB もやってますから、大阪魂ってあるんですけど、大阪魂ね。ちょっと見ましょうか。大阪魂ね。これね、PB なんですよね。それから、この、モノタロウっていうやつも、これ PB ですよね。モノタロウブランド。こんな感じで、自分のところでもこう作ってやってるんですよね。だから、安くできますよ、PB ですから。ね。っていうことで。もちろん、あれですよ。NB もたくさんやってるんですよ。じゃないとね、成り立ちませんからね。というような、まあ、ことでございましてですね。で、まあ、この人ね。昨夜さんね、頑張ってもらいたいなというふうに思いますね。はい。それでですね、これね、さらなる成長のためにね、5000億いってください。ね。ね。やっぱこれ、あれですよ、頑張ると思いますよ、やっぱね。ほいでね、私が気に入ったのはですね、この方、高知県の出身なんですよ。高知県といえばでしょ？坂本龍馬ね。坂本龍馬のお姉さんといったら乙女姉さんじゃないですか。もうあの人が強かったらしいじゃないですか。ね。だからもう高知の女の人はですね、なかなかダイナミックな人が多いんですよ。ダイナミックな人が。なので、私ね、結構、西日本いいっすよ。特に高知。高知はいいですね。うん。なんかこう、ダイナミズムを感じますね。やっぱ龍馬勢よ、みたいな。そんな感じでね。まあ、ということで、まあ、こうね、きっとやってくれるんじゃないですかね。なかなかね、ベピーさんですよね。ベピーさんって言うともうセクハラになるんですかね。ね。これ鈴木さんこれ握手しちゃダメじゃないですか。なんか、一してもいいのか。よくわかんないですけどね。はい。それでですね、まあ、ちょっとね、フィスコのね、レポートを見ると言って、全然見てないじゃないかって感じですけど。あれですね、まあ、ここもごちゃごちゃ見てもね、もう前私説明してること同じこと書いてるんで、まあ、もういいんですよ、そんなのはね。それでですね、重要なことはですね、ここですね。今後の見通しですね。で、これをですね、これね、誰が書いてるかというと、この人です。客員アナリスト、角田秀夫さん、角田か。角田秀夫さんね。角田課長って感じですよね。暇かとか言って。わかりますこれ。相棒ね。相棒。角田課長ね。角田秀夫さんね。この人も、11月22日、これ、ほやほやのやつですね。これも出してるんですね。ほんでね、まあ、重要なのは、まあ、これまでいろいろ説明してきてるんで、重要なのは今後の見通しなんですよね。それをどう見てるかなんですけど。まあ一応ですね、そうですね。2023年12月の連結業績予想は、売上高前期 17.4% 増の2650億ですよね。営業利益は 22.2% 増の、320億ね。経常利益は 21.2% 増の319億ですね。で、純利益ね、22.1% 増の227億ということで、売上各利益2桁成長。予想して、基礎計画を背負いてるんですよ。だって、売上高の基礎計画については、2022年12月期の 19.1% 増から、1.7 ポイント下がると。しかし、17.4% 増というのは、依然として高い成長だと。で、同社の年間の計画は、ネット通販事業、新規、既存、大企業連携に分けて、成長を予測した上で足し合わせてると。そうですね。ネット通販事業の新規登録口座数に関して言うと、118万口座を目指してますね、今ね。前期はですね、いろいろ言われながらも122万口座行ったんですよ。で、前期並みの獲得を 見込むと。ま、そうですね、5万口座ぐらいの差だとね、そんなあんまりね、くないですよね。ただね、どうしたってですね、あれなんですよ。このね、ここがね、これ売上高ともかくとしてですよ。これがね、10万口座を割るとね、新規獲得数が。売られるんですよ。8月と9月に、10万口座を2ヶ月連続で下回ったもんですから、やっぱ、もうダメかとかいう感じで売られて、9万と10万と、そんな変わらないじゃないですかね。と思うんですけど、そういうふうになるんですよ。面白いですよ、本当に。それはまあ、どんなことをやったかによって、口座の獲得数っていうのは僕は変わってくると思うんですけど、なんかそんな感じなんですよ。ね。変でしょ？見なきゃいけないのはこれですよ。この売上ですよ。ね。売上は、まあいいんじゃないですかね。そんな言うほど。ただまあ、ちょっと、ターゲットを行くかどうかはちょっと疑問があるかなと。この2651億ね、これ行くかどうかっていうところは、これはね、ちょっと欠けそうかなというふうに思うんですよね。うん。というふうにまあ思いますね。ですけど、ですね、まあ、それでも高くないかと成長率は。で、顧客障害価値ね、ライフタイムバリューですね。
これとか獲得費用のバランスの観点から最適化を図って有望な法人を中心に顧客を獲得していると。大企業連携ですね。で、既存顧客に関してはですね、売上合計の伸び率はやや落ちる見込みではあるものの、広告宣伝や物流などの各側面で取り組みを強化すると。販売サイト検索機能向上に引き続き取り組み、探している商品への到達時間を短縮することで、顧客経験を向上させると。本当にね、別に楽天に出てるわけでも、アマゾンに出てるわけでもないんですよ。どこでもみんなそうするでしょね。アパレルだったらすぐゾゾタウン出てね。手取り早くみたいな。ここはもう全部自社ですから、自社。ね。瀬戸さんがね、Python 勉強してね。プログラム書いてね。そっから始まってますからね。だからもう本当、すべて自社なんですよね。それで、ここでね、ちょっと注目すべきはですね、このパーソナライズ化したチラシですね。これはポイントなんですよ。で、これはどなたか視聴者の方も言ってたんですけど、本当に、あれです。チラシがですね、自分が、その過去買ったものとか、まあ、そういうものですね、をメインにした、そういったチラシを送ってくるらしいんですよ。で、そしたらですね、別のところのチラシとはまた違うらしいんですよね。そういうことができるんですよ、ここはね。これがね、Amazon と決定的に違う。で、なんでこれが必要かっていうとですね、やっぱり何しろ、日本はですよ、ファックスがまだ消えていない世界なんですよ。それぐらい、要は、すごいアナログなんですよ。中小零細とか。で、そういう人たちに、をね、掘り起こそうと思ったらですね、そういう人たちに、向けたですね、チラシ。これが一番。あ、モノタロウからなんか来てるみたいな。で、こうペラペラって開けて、ね、欲しいものがあったら、あ、やっぱり注文しようかな、みたいな。そういう感じで、こう、休眠客をですね、掘り起こすということをやってるんですね。これはね、アマゾンは絶対やらないです。アマゾンがやるって言ったら、せいぜい、E メールを送るぐらいですね。なんでね、すごいな、というふうに思うんですよ。で、ここのですね、でですね、先ほど、冒頭に申し上げました、アマゾンの、フライホイール効果っていうのはですね、おそらくこれ瀬戸さんも、まあ当然アマゾン分かってたんで、参考にされたと思うんですよ。で、そのフライホイールっていうのは何かっていうとですね、弾み車のことですよね。これは自動車のフライホイールですね。これね、日本語で弾み車と呼ばれて、遠心力によって回転運動のムラを打ち消すための部品のことを言うんですよ。で、これはね、慣性の法則ですね。だから、この、なんですか、手をですね、こう普通にこう回すと、まあ別に止めたら止まりますよね。ところが、そこに例えば鉄アレイみたいなものを持ってこうぐるぐる回してると、止まりませんよね。これはね、慣性の法則がそこにも働いてるわけですよ。ね。で、そういうのをですね、フライホールの原理っていうらしいんですよね。で、それでこう、要するに弾み車を使って、それで何ですかね、要はこの回転ですね、これをですね、エンジンの回転のムラね、これを抑えるというような、まあそういうね、効果があるらしいんです。ね。クランクシャフトによって回転運動に、まあ変換された、ね、ピストン運動ね。これがですね、まあこう伝わるわけですけど、その時にですね、ピストンってこう、力がこう、入ってこう行くとこと、そうじゃないとことあるじゃないですか。で、その時でもですね、要するにこう、急には止まらずに回転し続けようとする、そのね、そういうことを、ね、フライホイールの効果というらしいんですよ。まあ、こういうものらしいんですけどね、車の場合ね。まあ、ということでですね、それでですね、これがね、ギガジンなんですけど、これ2019年の記事なんですけど、アマゾンの成長の原動力であるアマゾンフライホイール効果とは何かというね、これ出てるんですけど、これね、ジェフ・ベゾスさんがですよ、創業者ね。ヘッジファンドいたんですね、この人ね。T. ショーっていうところにね。それでそのぐじぐじ考えてたんですよね。奥さんもなんかそっち系ですよね。で、一緒に奥さんとやってるんですよね。で、そのですね、このいた時に、アマゾンフライホイールエフェクトって言われるその循環を発見したんですよ。発見っていうか、まあ考えていたんですよね。それで、まあ、今説明したように、フライホイールっていうのは弾みを利用して回転を持続させ、回転の速さを一定にするための回転軸に取り付ける、大きく重い車のことを言うらしいんですよ。ね。で、アマゾンの場合はですね、うまく回り始めれば、あとは回転が持続するという意味で、アマゾンフライホイール効果と呼ばれているらしいです。このジェフ・ベゾス、果てなき野望っていう本では、アマゾンのフライホイール効果の発見はですね、2001年だと言われてますね。名称は戦略アドバイザーのジェフ・コリンズによって付けられたと。そうよね。よくわかんないですけど。まあね。アマゾンフライホイール効果を示した図がこれなんですよね。で、真ん中にこう成長。まあ要するに目的は成長ですからね。で、そのまずですね、低コスト構造でビジネスを始めるということで、商品の低価格化を実現して、こっちですね。
そして顧客の満足度を高めると。CX ですよね。それで、その顧客の満足が、まあね、高めれば顧客は何度でも買い物しますから、トラフィック、すなわち取引ですね。これが増大しますよね。で、取引量が増大していくと、セラー、つまり、アマゾンで販売したいなーっていうね人たちが、こう次々と現れてくると。そしたら、品揃えが充実してくると。で、品揃えが充実してきたら、また顧客、ね、CX、顧客体験は上がるよと。で、また取引が増えると。ただもうここは、ぐる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 回るだろうと。で、こう一回のこのね、この、ここをこう回すところまでが、すごく大変なんだと。いうような話なんですよね。ということですね。で、このサイクルに利益を得るという外向きの矢印は存在しない。閉じた構造であることをアナリストのベネディクト・エヴァンス氏が指摘していると。あ、そうっすか。ね。アマゾンが長年にわたって売り上げを伸ばして、2018年第3四半期6兆円以上を記録してるけど、一方で利益は過去最高とはいえ、3240億円と売り上げの1割以下となってると。ね。アマゾンの運営コストが膨らんだから、特定事業で損失をこもったからではなく、既存の事業で上げた収益がどんどん新規事業の創出に当てられてるからだって言ってるんですよ。これが恐ろしいんですよ、アマゾンの。だから、このですね、これと同じことはやってないんですよね。要は。これまあ、ここのですね、ここは、立ち上げる、これ、ここら辺までは、ね、低コスト構造で、最初はね、大企業に、大企業連携を考えたらしいけど、大企業連携はですね、もうね、その品揃えがめちゃくちゃいるっていうことになって、諦めたらしいんですよ。当初そうしようと思ってたらしいんですけど。それで、中小事業者を、まあ、相手にするということをね、まあ、こう、始めたんですよね。瀬戸さんがね、まあ、鈴木さんも一緒にね、やってたと思うんですけど、で、この弾み車、この原理的に言うとですね、これはね、一緒だと思います。ね、この、低コスト構造で、低価格で、それで、まあ、顧客対、このね、CX を、まあ、こう、満足度を上げていって、で、取引を増加させていくと。そうすると、要するに、その、モノタロウに、参加する人、B2B なんで、消費者じゃないんでですね、あくまでも会社なんで、まあ、売り手の増加というよりも大事なんですけど、要するに顧客の増加ですね、これが大事ですよね。で、これをですね、その、この弾み車の論理は、一般消費者向けなんで、そのまま当てはまらないんですよ。でも、一部分、このフライホイール効果というのが働いていることは間違いないです。やっぱね。と思います。しかしながら、そのフライホイール効果とは別のですね、ものがあって、それが今こう見たですね、これですよ、パーソナライズ化したチラシっていうようなこととか随所に出てくるんですよね。で、パーソナライズ化したチラシはここでね、いつの記事かな ?6 月の記事ですけど、日本流通産業新聞ね。で、これまあ、今期マーケティング戦略の一環として、購買データを分析したパートナーライズのチラシによる反則を強化すると。注文数が減っているライトユーザーね。これの掘り起こしが目的っていうことですね。で、チラシによる効果はすでに出始めてるっていうんですよね。何しろね、825万を超える登録口座あるわけですよ。で、この825万の登録口座の中で、ガーッと年数ごと積み上がっていってるんですけど、だけど、使ったけどもうね、今はやめてるとかいう人もいるわけですよね。ね。なので、注文の単価とか頻度が高いヘビーユーザーとライトユーザーが、まあ、こう、二分してるわけですよ。で、そのライトユーザーの開拓にはですね、ファックスが生きてる国ですから。これはね、アマゾンがわからないですよ。なんじゃこりゃみたいな。請求書がいるとかね。そういうのはわかると思うんですよ。で、そういうのに対応してます、アマゾンビジネスでもね。ですけども、あくまでも、その文具とか、日用品、そういうものにしかいけないんですよ。ネジをね、仕事はね、揃えると、まして PB で揃えるなんてことは、なかなかね、難しいと思いますよ。ただこれはですね、ターゲットのですね、要するに、ビジネスですね。業界が絞られてて、それが非常にクローズドされた業界であるということですよね。だから、まあそこへ向けてですね、その、なんて言いますかね。うん。それを、まあ言ってみたら、企業で言うと、その購買部みたいなところが、もういろいろな煩雑な作業がいらなくなるんですよね。見積もり取ってね。ネジ1個でも見積もり取ってみたいな。そういうことをせずに、あれですね、もう完全に、モノタロウとですね、システムを連携してですね、それで、要はもう全部モノタロウから買うというようなね、そういうようなことをするということなんですよね。だけど、大企業はまあそれでいいんですけど、その中小零細ね、これもすごい大事なんですよ。それでどうするかっていうと、それはシステムを連携するより、チラシを活用して、ね、パーソナライズ化された。その人向けの。だって、そうね。例えばこれ、自動車修理工場のユーザーのニーズとですよ。それから、飲食業のニーズってもう全く違うじゃないですか。何がいるか。だから飲食業ではね、
太夫長靴とかいりますよ。太夫ってわかります？中華とかだと。あのさ、ゴムってね、油で溶けるんですよ。なので、太夫長靴って、それに対応したですね、油に耐性を持ったですね、そういう長靴がいるんですよ。高いっしょ、結構ね。そういうものをですね、要するに、が必要なわけですよね。でもそれは一方で、自動車工場ではいらないんですよ。対して。むしろ安全靴がいるかもしれないですね。だからそういうふうに、こう違うっすよね。ニーズがね。だから、こうパーソナライズ化されたチラシをって。メールなんか見ないと、はっきり言って。そうするともうね、チラ、もうダイレクトメールですよ。これチラシって言ってもね、むやみやたらと打つわけじゃなくて、DM ですね。これを打つんですね。で、そのチラシを作るときに、購買履歴とかサイトエイトなんですね。購買行動データをもとに、まあそういうこう選定して、チラシを作るんですよ。いやー、すごいと思いますね。で、その潜在的に欲しいもの、必要性のありそうなもの、アイテムも、まあ提示するって言ってますね。とにかく、社内のデータサイエンティストと連携することで、より分析の精度を高めてると。これそのうちですね、AI 化すると思います。まだ、AI を導入してどうのこうのっていう話は、ちょっと聞かないんで、これって AI 化して、で、印刷まで全部もう自動で流れるようにして、それでもう全部こう、ユーザー、こう、どのチラシ、もう、簡単に言うと、100人ユーザーがいたら、100種類のチラシができるような感じですね。そういうのが、をね、目指すことにきっとなるんじゃないかなというふうに思います。そうするとですね、そこに例えば、チラシ印刷代と、まあ、郵送料込みでですよ。全部で1件あたり200円かかったとしてもですよ。ね。だけど、1000円のものとか2000円のものをね、ここ確か7000円で送料無料なんで、7000円買ってもらうとね、十分ペイするじゃないですか。ね。広告宣伝費としてもむちゃくちゃ安いですよね。で、ここがね、アマゾンが絶対真似できないところだと思うんですよ、私は。ね。だから、ですね。その、フライホイール効果、だけではなくてですね。その、フライホイール効果があるのは、ひょっとしたら、まあ、楽天とかはそうかもしれないですね。ですけど、まあ、楽天はほら、業者がいっぱい集まってくるじゃないですか。だけど、まあ、あれだってね、ちょっと、諸刃の剣みたいなところがあってですよ。もう今、なんか楽天なんだかんだ入れて、35% ぐらい、まあ、ね、持っていくらしいんですよ。で、ポイント乱発するでしょ？ちょっとそのポイントの、なんか販売協力金みたいな形で、こう、徴収されるんですよ、何パーセントって。それでもう一定程度の金額を楽天で作ってたら、もう足抜けできないんですよね。ね、そういうことなんですよね。うん、まあだから、ちょっとね、わかんないんですけど、まあ、アマゾンと楽天では、ま、ちょっとね、フルフィルメントがあるかないかでも大きな違いがありますし、ちょっと何とも言えないですけど、まあ、いずれにしてもですね、モノタロウはですね、これ参入障壁は私は高いなと思います。で結局ね、これですよ、アマゾンビジネスが、あ、じゃないですか、こう、ソリューションで、もう文具、オフィス用品、パソコン周辺機器って、これがトップに出てくるってことは、要するにね、工具とかそういうのはね、もう、ちょっとね、無理だなぁと、そういう感じなんですよ、簡単に言うと。私は思いますね。で、だからもう、これはもうね、アマゾンを、今のところですね、が脅威とか、そういうアマゾン脅威論みたいなのは、引っ込みましたね。で、アマゾンがこれ最初進出した時は、すごい脅威論があったんですよ。だけど、なんか、しぼんできましたね。今そういう話はないですね。だって売り上げ、ずっとその後もね、モノタロウ伸びていってますからね。ということで、ちょっと戻りますけど、それでですね、まあ、休眠顧客、これはね、まあでね、こういう形で必ず掘り起こしていけるというふうに思います。で、それはですね、まあ、わかりやすい新規顧客数っていうものではジャッジできないんですよ。休眠客ってね、すでにあるものですから。ただ、すでにある会員数が全部活性化してるかっていうと、そんなことないですよ。アクティブ会員、全員がアクティブ会員っていうのはありえないですから。あらゆるビジネスにおいてですね。で、それをですね、やっぱこう、まあこれがね、例えば AI 化するとかいう話になってくると、すごいあれでしょうね。また株価上がるでしょうね。ね。だってそれってあれでしょう？まあ場合によったら、そうした AI を、まあよそに売ることもできますよね。まあ売らないと思いますけどね。ね。ブラックボックス。ね。そこがノウハウになりますからね。それで、まあ、こう、あれですね、モノタロウの株価がですね、こうなんかこうずっと、あれじゃないですか、1146円ここまでね、落ちてきたっていう背景にはですね、やっぱ国内の製造業これが厳しいよね、みたいな。まあ、顧客数も、獲得顧客数も減ってるのはそのためだ、みたいなね。そういうような、まあ、ことじゃないかなと思うんですよ。ね、思惑も含めて。確かにそれはあると思うんですよね。製造業の景況感悪化とか、販売価格上昇による注文顧客あたりの売上の減少が、
まあ、あるということは、もう、小野太郎が認めてますね。で、これは計画乱れの要因になってると。ね。あ、前年比じゃないですよ。計画です。ね。これで、購買管理システム事業、大企業連携に関してもですね、実はこれ 38.4% となんですよ。692億売ってですよ。高成長をまあ見込んでるんですけど、ですね、この第三四半期を終えてですね、特定大手顧客の売上未達を主因にですよ。若干計画未達だと。っていうことなんですよね。なので、ちょっとですね、売上に関して言うと、やっぱ未達かなというふうに思いますね。それで、ロイヤリティ事業もですね、ゾローがですね、アメリカがやっぱ厳しいんですよね。まあ、マクロ環境悪いでしょ。それで、まあ、なんか想定より伸び悩んでるということで、まあ、これらで、通期の連結売上高計画に対する進捗率 70.6 ね。と、前期を下回ったって言ってんですね。まあ、でも、あれですね、30% 後売れるかなっていう話ですよね。簡単に言うと。ここの話はね。うん。まあ、それも重要なところなんですけどね。これね、30% って、わかんないですよね。これ599億ずっと上がっていってるんで、599億から620億になって、623億になって、628億っていう風に上がってきてるでしょ。だからもう季節性がね、あんま考えられないんですけど、まあ、そうですね。まあ今のこのペース、11.9% ぐらいのペースだと、そうですね、660億とかくらいですかね。そうすると、これに660億足すじゃないですか。1872億ね。うん。そうすると、うん、ちょっといかんかな。2530とか、それぐらいですね。行くとしてもね、それでもすごい伸びなんですよ。だけど、いかないですね。それぐらいしかね、2500億台じゃないですかね。2600かかったらすごいと思いますけどね。でもその可能性がゼロではないです。なんでかっていうと、やっぱりこれ全体的に見たら10、12月って、でも売上高としてはやっぱ高いですよ。どこ見てもね。こうね、ボーンと跳ねてるでしょ。なので、まあ、年末に向けてね、いいのかな、というふうには思うんですよね。一応、観光庁の、なんかこう、なんかそういう、こう、工事とかそういうのもありますからね。ただ、製造業が厳しいっていうのはね、ちょっとね、うん、まあ、考えなきゃいけないですね。弊社ではですよ、フィスコですね。売上高に関しては、商品価格の値上げとか、景気動向など、マクロ環境の影響が第4四半期も継続すると見ていて、売上高の着地は計画にて若干弱く見た。それは私でもわかります。各利益に関しては、価格改定効果や配送量の低下、両立低下ね。販管費の計画移減などを想定し、通期計画に肉薄すると予想していると。うん。私もそう予想してますね。なので、そうですね。粗利は 29.5。まあ、前期から 0.5 ポイント改善ね。これいけるんじゃないですかね。23年12月期の第3クォーターね。売上総利益率、実績ね、30.3 ですね。うん。だから、粗利は、これ上がってますよね。ですね。だから、まあ、まあ、売上はちょっと満たすかもしれませんけど、おそらく粗利が、これ 30.3 上がればいいでしょ。30.3 になってれば。いいんじゃないですかね。計画は 29.8 ですよね。それ計画より上回ったんですよ。30.3 ですから。まあ、金額はね、ちょっと売上が想定以上にいかな、まあ、計画以上、計画いかなかったんで、ちょっとまあ 1.8% ほどマイナスしてますけど、これ 30% の粗利を叩いてるっていう、こう粗利っていきなり落ちませんからね。特にここのような、会社はね。なので、まあ、いいんじゃないですかね。で、販管費のね、コントロールがすごい効いてるんですよ、今ね。いやー、これはね、ほんと見事だと思いますね。うん、マイナス 4.2 って、これ大きいほどいいんですよ。計画よりね、えらい減らしとるぞ、みたいな。そうですね、これざっくり、計画は318億かかる予定が304億で済ましてるんで、14億ぐらい減らしてますね。これ立派ですよね。で、しかもチラシはやってんですよ。でもチラシをね、折り込みチラシでやってるわけじゃないんで。それはね、費用対効果めちゃくちゃいいんですよ。で、休眠顧客向けにね、やってますんでね。いいと思いますよね。で、営業利益ですね。営業利益は 13.3 ということで、計画よりいいんですよ。計画 12.7 だったんですよ。で、計画 13.3、実績が 13.3 なんで、まあ、丸ですよね。問題ないんじゃないですか、これ。ということでね、四半期純利益も
ああ、計画より上行ってますしね。金額、率ともにね。いや、いいと思いますよ。はい。そういうことで、問題はないんじゃないかなというふうに思いますね。これトピックスですね。ですね、なんか対策の成果で注文顧客数は改善傾向って言ってますね。まあ、要するにこれチラシが結構効いてるということ。なんか、情けないですけど、でもそれが、あれですよ、顧客の実態ならしょうがないですよね。そうでしょ。そうですよね。で、要するに、注文顧客数と、それから、顧客あたりの売上ですね。これかけると売上出てきますよね。で、受注頻度の低い休眠顧客を含むですね、既存顧客の再活性化を目的とした先ほどのチラシ効果ですね。これが徐々に現れてると言ってますね。で、第2四半期以降に改善傾向にあるということは、4級もいいかもしれないですね。今後もチラシ内容を含め、顧客とのコミュニケーションの方法を改善していくと。まあ、チラシはいい考え方だと思います。で、しかもですね、100人に100パターンのチラシがもし作れるとしたら、ね、それはすごいですよ。インクジェットプリンターで、いかでも今できそうですしね。もうね、すごいいいと思いますね。で、そうすることによってですね、まあ、顧客数ですね。要するに、稼働顧客数も上げることができますよね。それで、顧客当たり売り上げもですね、まあ、ちょっと右肩下がりの傾向にこうなっとるんですけど、こういうふうにね。だけど、他社との価格差に問題が発生しているとは考えてないと。あ、それは違いますね。インフレに対応して販売価格の見直しを行ったんですね。そのことによって、まあ、注文の、まあ、顧客数ですね。これが、まあ、減って、来るっていうのは、ま、しょうがないですよね。景気自体の影響が大きいと考えてる。特に不況時に落ち込みやすい買い替え需要商品、電動工具、測定機器、この売り上げが落ち始めていることからも、その説明がつくと言ってますね。うん。で、どうするんですかね。分析はいいんですけど。だから、ま、結局はあれですよね。まあ、休眠顧客を掘り起こして、注文数を上げていくしかないですよね。そして、新規の顧客も獲得する、大企業連携もやっていく、そのことによって、トータルをね、成長させていくっていう方法を取るということしか、まあ、ないし、まあ、それが一番最適解だというふうに思います。なんかこう、変な奇策を浪するよりね、そっちがいいんじゃないかなと思いますね。で、これは他社との比較なんですけど、他社と比較してもしょうがないんですけどね。でもここは、ここ、ね、このものだろうでしょ。で、これ多分これ A 社って楽天だと思います。ね。B 社は、いや、違うかな。あ、違う。これ Amazon かな。で、これが楽天かな。どっちかな。わかんないですけど。C 社は、多分、ヤフーじゃないかなと思うんですよね。で、ここから先はですね、ホームセンターですね。まあ、こことバッティングするということで。で、これがまあね、一番いいところで 7.2%。多分、カインズあたりじゃないですかね。と 3.5 と。で、マイナスのところもあるよ、みたいな。そんな説明してますけどね。まあ、だけど、ホームセンターと比べてみてもしょうがないんじゃないですかね。ホームセンターより圧倒的に、あれですよ。現場にね、直結してるというふうに私は思いますね。12.4% 増ですからね。これはもうやっぱりね、競争力としてはね、もうすごいと思います。モノタロウを取り巻く市場環境は主要な顧客企業である製造業ですね。これ売上構成比で 34.7% 占めるらしいんですけど、これの業況に影響を受けるよと。で、製造業の景気の一つの指標である機械受注統計ね。これは23年の1月から8月ですね。これは累計で20兆円で、8月の受注額は前年同月比で 14% 減と減速傾向にあるということですね。だから市場は逆風なんですよ。ね。だから、そういう中で、4月から9月、この売上を 12.4% 成長させたって言ってるのが、ここにある数字なんですよね。で、同社のビジネスモデルの卓越性と市場拡大の一つの勝者と言えると。他はまあ対応できなかったよと。あんまりね。そういうことですね。A から C までは、通販会社ですね。それで、どこ通販かわかんないですけどね。競合通販ですかね。なんか、トラスト中山とか。ね。トラスコ中山ですかね。そういう、ちょっとよくわかんないですね。まあでもまあ、続けてるよっていう話ですよね。それから、株主還元策ですけど、これはね、まあ16円とか言ってもね、大したもんじゃないですよ、はっきり言って。まあ、ずっと増配してるのはまあ間違いないんですけどね。だけど、株数が多いですからね。すごいっすよ。それでね、やっぱ一番でかいのはね、この5年からもらえる7000円のね、PB 商品のね、お買い物特典ですね。これ100株持ってる人はすごくいいと思います。7000円ね。いや、結構ね、あれですよ、役に立つもの買えますね。
それは値段の高いものからしたらもう若干ね、ボロいですよ。ちょっとね。だけど、それはもう、ティッシュとかね、そんなのもう別に全然これでいいです。はい。私は愛用して使っておりますけどね。ティッシュね。あと何ですかね。布巾とかね。あと雑巾とか売ってるんですよ。で、雑巾ね、買ったりね。これでね。株主優待でね。買ったりしてますね。はい。ということで、まあ、フィスコのですね、予想もですね、あまり見ても役に立たないな、という感じがするんですけど、まあ、ね。注文顧客数が、改善傾向にあるのはいいと思いますね。やっぱ、チラシね。アマゾンは思いもつかないでしょうね。というふうに思います。それで、まあ何よりもですね、この、新社長ね、女性の、この方がね、5000億まで引っ張っていってくれればね、もうすごい、それ絶対行くと思いますよ。市場シェアの 10% っていうのは、だいたいそこまでは成長するんですよ。そう考えたらですね、まあ、やっぱりね、ちょっと物太郎は、まだまだ成長企業として、まあ、安心してホールドしてていいんじゃないかなというふうに私は思っておりますんで。ね。ほら、見たことかて。なんか途中で言われるかもしれないですけど、まあ、私はね。もう一度ね、やっぱ崩れるんですよ、こうやってね。過去もあったんですよね。だけど、また今度ね、あれですね。期待値が上がってくると、ダーッとね、登ってくるっすよね。そういうことはあると思います。これは、ここは、あれですかね。分割したんですよね、一体のね、そうそう。だから3000、400円ぐらいまでもう一回来ないといけないですね。いけないっていうのもなんですけどね。ということで、今日はですね、私がですね、もう最もね、要するに、私の収益をね、そうっすね、三井住友ぐらい支えてるかな、っていうぐらい。三菱 UFJ とかね。まあ、それぐらいですね、まあ、含み益ですね。これを持ってる物太郎ですね。について、フィスコ調査レポートその他ですね。ちょっと定期的に、ちょっとチェックしとかないとね。いや、一応、これは私の日記なのでね。まあ、それはね、皆さんがこう見てですね、ちょっと役に立つかなというふうに思っていただければ、まあいいのかなというふうに思いますね。あれでしょ？フライホイール効果ね。これ、知らなかったでしょ？知らない人多いと思うんですよ。ね、アマゾンね。それで、それにね、アナログ施策も加わってね。来てるというね。だから、まあ、そこはね、すごいですよね。っていうかね、なんていうんですかね、モータの場合は、囲い込みですよね、もうね。囲い込み。大企業とね、連携しちゃって、もうガツッと囲い込んじゃうっていうね。それはね、すごいですよね。全部うちに任せてよ、みたいな。そしたら、あれじゃないですか、経理も、購買部も楽でしょ、みたいな。そういう感じですよね。そこはまあいいかな、というふうにね。うん。ぜひね、田村咲也さんね、この花咲也姫、コーチのね、コーチ女、頑張ってほしいですね。ということで、本日は終わりたいと思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記。本日はここまででございます。もし、このチャンネルはですね、まあ適当なんですけど、面白いなと、まあ聞いてやってもいいかな、みたいな、ね、思われましたら、チャンネル登録お願いします。あとですね、高評価ボタンですね、これもお願いしたいと思いますね。あと、なんすかメガネゲストはね、あと今度日曜日やります。土曜日明日はね、お休みにしますんで、ぜひね、よろしくお願いしたいなというふうに思います。本日もお長時間ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ではでは。